どうも、吉本プラモデル部副部長の九太郎です。大阪支部長、相葉です。そして、今日はプロペインターの瀬田敦さんに来てもらいました。ありがとうございます。来てもらいましたっていうか、来たんですけどね。そうですね、我々が来たんですけど、はい、東ゲームスさんにお邪魔しております。なんで来たかっていうと、はい、下出るカラーです。やっぱ瀬田敦さんって下出るカラーです。そうですね、はい、下出るカラーの画期的な新しい新商品がこの度出たんですよ。おお、そうなんですね。はい、それがコントラストカラーって言うんですよ。へえ、そうそうそう。あ、ここに並んでるやつ、並んでる、たくさん並んでるんですけど、はい、その前にですよ、はい、まず従来の下出るカラーのこともやっぱり知らない方もいらっしゃると思うんで、そうですね、はい、それちなみになんですけど、まあ、動画上がってますけど、はい、これ下出るカラーで塗った俺のうっかりザクレロです。あ、いやいや、いいと思いますよ。かわいい。うっかりザクレロ、はい、で、相葉さんもね、はい、僕はそんなことよりちょっと目が気になると思うんですけど、うん、F90 これも下出るで塗りました。下出るカラーで塗ってます。はい、で、これ見てセダンスさん、はい、どうですかこれ。いや、すごくいいですよ。本当ですか。おー、いい。おー、綺麗、綺麗。おー、いただいた。ごめんなさい、こっちは目がすいません、目が気になる。はい、目が気になりますけど、全体塗られてるんですよね。あ、白はエアブラシで拭いて。あ、白はエアブラシで、はい、俺全体です。俺、アイバーみたいにその、あの、適当なことやらないです。やめてください。いや、そんなのです。下出るの手軽さを僕は実践したんです。あ、そうなんですか、はい、これはもうちゃんと下出るに向き合って全部行かせていただきました。はい、で、本当だってグラデーションとかかけたかったんですけど、はい、あ、はい、そうですよね。ちょっと、あの、時間がなくて。そうですね、やっぱり、ね、はい、どうしてもね。そうです、ベタ塗りで一応塗ったんですけど、はい、で、その、そもそも本来の下出るカラーのシステムとして、はい、このベースカラーっていうのがありますよね。はい、ベースカラー、はい、これベースカラーをまず塗る、はい、で、その上にこのシャバシャバなシェイド、はい、これを塗って、はい、で、なんかその上からこのレイヤーカラーというちょっと明るめのやつで塗り重ねて色をこう出していくというか、はいはい、それが本来の下出るカラーペイントシステムなんですけど、はい、はい、今回その、あ、ちょっとこうならではです、はい、今回そのお知らせしたいのがこちらですよね。こう今たくさん並んでます。あ、はい、こちらコントラストカラー。おお、はい、コントラストカラー、はい、これがどういうあれなんですか、システム。またシステムが違うんですよね。そうなんですよ、はい、今までのシステムがクラシックメソッドって言い方になります。クラシックだから今さっき説明したクラシックメソッド、はい、はい、そうです、はい、呼び方が変わりました、ね、違うの、はい、それとこのコントラストカラーが出たことによって、はい、コントラストメソッドっていう新しいシステムが、システムができました。システムが変わるんですよ。だからでも全然根本的に違うんですか。全然違いますね、だから下出る初心者の方が、はい、こっちから入ってもいいんですよ、そうなんですよ。それぐらい違うもん、そのぐらい違うメソッドなんですよ、急にメソッドっていう覚えたての段使ってるみたいになったんですよ。いや、せんのそういうことですよ。そうそうそうですね。あ、はい、そうなんですよ。違うんですよ。はい、はい、一応一色で、この一色で立体感が出るっていうカラーなんですよ。一色で出るんですよ。で、今までベース、シェイド、レイヤーってやってた3工程踏んでたところを、はい、一色で終わり。すごくないですかこれ。これすごくない、今まで3工程かかってたやつが、はい、で、時間がだいぶだから削減できるんですよね、はい、削減あるじゃないですか。おお、これですよね。これとかで何分ぐらいですかね。これ店長さん、はい、はい、確かこちら1時間半とかだったと思います。すごくないですか。これがこの結構な塗り分けありますもんね。そうですね、そうですよ。で、影もちゃんとついてるじゃないですか。これはどなたが。私がこれ、これじゃないですか、木の魔人みたいなやつですね、はいはいはい、これは15分です。15分。15分、ほら、15分ですよ。で、極めつけですよね、これ。あ、これも見てください。これちゃんと赤と黄色ちゃんと使って、まあ、ちっちゃくてシンプルですけど、うん、あの、ちゃんとこう色分けされてるじゃないですか、はい、これで2分です。全部オールコントラストカラー。ああ、そうなんですか。これ多少の、ドライブラシアイやってる。ああ、はいはい、うん、だからシステム的には、はい、あれですよね、瀬田介さんのコントラストカラー紹介してる生配信で、はい、は一応分かりやすくは、うんうん、お送りできるんですけど、はい、あれですよね、なんですか、乾きがそん、あれ、遅いんでしたっけ。あ、割とそうです、ね、あの、公式では、公式発表では、そうなんですよ、はい、一応一番遅いカラーと言われてるんですけど、はいはい、でも
私が触ってみた感じ思ってたよりは乾くの早いなって感じがしますね。シェードとかよりは早いぐらい。そうですね、シェードよりちょっと早いかなっていう感じですね。でも普通のこのベースとかレイヤーよりは明らかに遅い時間かかるんですよね。そうなんですね、乾くのは、うんうんうん、乾くのは時間かかるんで、その分その乾かないところで、こう応用が効くということです。ああ、はい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 。これ店長作、キノコのこの今綺麗なこの赤と黄色になってるんです、はいはいはい、これが見事コントラストカラーの、なんですかね、いいところが出た、はい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 、作品っていうことなんですよ。へえ、乾きの遅さを利用してね、うん、こう色と色をこう混ぜるというか境目を消すっていうことをしてるんですよ。あ、なるほど。2色のせて乾くのが遅いから、その乾かうちにその面の上で混ぜてるみたいな感じ。そう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 、すごい、それでグラデーション出してる。すげえ。だから時間がカットできると。なるほど、結果時間カットできると。はい、すげえ。すげえですね。そういうことなんですね。なんか初めて出たっていうのはちょっと部長とかから聞いてたんですよ、うんうんうん、聞いてたんですけど、なんか多分こっちの基礎学んでから行くものかなと思ったら、いや、ほぼそう思ってました。今日聞いたら、はい、いや全然もうここから始めていいし、っていう、はい、ウォーハンマーは自由ですから。あー、なるほど。そうですね、あれ、ウォーハンマー側の方ですか。ええ、この10分ぐらいでもうだいぶそっちに行かはった感じ。ウォーハンマーは本当にもう塗らなくてもいいし、はい、塗らずにゲームで遊んでもいいし、はい、自分のね、あの好きな色塗ってもいいし、ちゃんと箱絵通りにオフィシャル塗ってもいいし。いやいや、自由です。いや、ちょっと待ってください。ゲームをやってないでしょ。やったことないです。やったことありませんけども。いやいや、でも僕らはこっちで楽しませてもらいますからね。塗る方、こちらはモデラーなんで、はい、塗る方がね、もうとにかく楽しくて。いやー、そうですね、これ今回はやっていただけるって感じですか。ことなんですよ、だって2分だもん。そうですよね。だからこのさっきのこの可愛いやつあったじゃないですか、はい、あー、はいはいはい、燃えてるこの、はい、フレームみたいな、はい、ドラクエの、はい、ドラクエのフレームみたいな、はい、この子たちをちょっと、はい、あの、はい、瀬名助さんに乗ってもらって。おー、はい、すごい。いいんですか。はい、乗、はい、りましょうか。じゃあ、早速、はい、実践お願いします。お願いします。はい、じゃあ塗っていきますね、はい、じゃあコントラストカラーね、よく振ります。はい、はい、まあ今までもね、はいはい、よく振ってたんですけど、はい、このコントラストカラー今までのねカラーに比べるとちょっとツヤありなんですよ、はい、あ、ツヤありだもん。そう、今まではツヤ消しだったんですけど、はい、まあほんと少しですよ、はい、ツヤがあるので、はい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 、しっかり振らずに塗ると、はい、すごいテカテカになったりします。あー、なるほど。なのでよく振りましょう。ツヤ成分だけが塗れちゃってみたいな。そう、そうなんですよね。ちょっと振りすぎかなってぐらい。あ、振った方がいいですか。よく振りましょう。はい、はぁ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 。いきますね、はいはい、じゃあこれをね、炎っぽく塗っていきますね、はい、もうパッと塗れるので楽しいですよ、はい、じゃあパレットに、はい、じゃあアップにしましょう、はい、コントラストの今ね、赤とね黄色の色出してます、はい、これをパレットにね、ちょっともう一気にベート出していきますね。お、はい、あ、結構大胆に出す感じですか。そうですね、結構多めに出しますね、はい、で普通の下手からやっぱりシャバシャバっすよね。うん、そうなんですよね、はい、今までのね、結構ドロッとしてた感じなんですけど、はいはいはい、あ、薄めてもいませんよね、そういえば。そうなんですよ、うん、あ、なるほど。水性アクリル塗料なんですけど、ちょっとね、特殊な水性カラーになってまして、このコントラストカラーっていうのは、はいはいはい、水で薄めることはできるんですけど、はい、一応専用の、あ、ないですね、今、あ、専用の薄め液っていうのがあるので、はい、コントラストメディウムっていうのがあるので、はいはい、そちらで薄めてほしいと。薄めたいときは専用の、はい、はいはい、じゃあ塗っていきますね、はい、じゃあまでこのモデルに結構多めに塗ります。はい、溜めるようにですね、モデルの上にカラーを。なるほど。こうビシャビシャっともう溜めるようにいきます。はい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 、溝に入れていく感じですね。ガシガシっといきます。結構大胆ですね。結構多めですよ。一回ちょっと筆拭きましたね、拭いてきれいにしました、はいはい、でその上にも赤いっちゃいます。おお、横ですね、真ん中を黄色置きたかったので、はいはい、周りに赤を置いちゃいます。はんはん、顔の部分ですか。真ん中、顔の部分ですね。でもモデルの上でこう色をシャカシャッと、ああ、もう混ぜちゃってるんですね。混ぜちゃってんだ。あ、すごい。これこんな感じで色のグラデーションが自然に出てますね。なんかさ、その溝のさ、影になるとこと、はい、表面の出っ張ってるとこのあれがもうすぐ出てるって感じ、はい、あー、出てる感じです。そうですね、一瞬で立体感が出るっていうね。すげえな。だからその、そう、あの深いとこにはたまるし、
エッジにはたまらないように調整されてるんですよね。そうなんですよ、濃度が。すげえね。すげえ。あ、その濃度のすごさなんだ。じゃあはい、もう1体。うわー、早い。終わりましたね。すげえ、すごい。要は今までだったらあれですよね、ベースまず塗って、はい、そうですそうです、その上にシェイド塗って、そうですね、深いところにシェイドをためるみたいな、ね、ためるみたいな、でレイヤーでこう明るい面のやつをこう、はい、重ねていくみたいなことだったのが、はい、こうやってあっちゅう間に、そうですね、これなんでちゃんとやっぱエッジの部分にはいい感じに乗ってないですもん。だから明るい色になってますもんね。あ、なるほどね。そんな感じで。すげえ。でさ、ね、先ほど見ていただいた作品みたいに、うん、後でちょっとその尖った部分だけドライブラシかけるだけで、ほんまにこうはっきりなんていうんですかね、レイヤーというか明るい部分乗せたみたいになりますもんね。それで一応できたんじゃないでしょうか。すげえ。正面終わったんじゃないでしょうか。おお、すげえ。終わりましたね。完成。すげえ。これ。わかりますよね。画面でわかる。いや、わかります、わかります。深いところがもう色濃くなって。はい。だからもうシェードの役割やってくれてるというか。そうですね。すごい。あ、これはすごいっすね。すごいっすね。すげえ。本当に違いますね。ほんとあっちゅうまですよ。あっちゅうまでしたね。あっちゅうまですよ。あれ今のあれ見ていいですか。ああ、はい、まだまだ、あ、いい感じ、いい感じもこう赤がなんかこう黄色と混ざるってことですよね。そうなんですよね。はあ、なるほど。だからこれ今回は2色でやっていただきましたけど、うん、例えば3色でやっていただいたりとか、はい、その既存の下でると混ぜ合わせることもできるんですか。はい、もちろんできます。あ、それもいけるんですね。そうなんです、今まであったベースとかレイヤーと混ぜることもできます。あ、そうなんだ、はい、そうかそうかそうか。じゃあそしたらまた全然幅も広がるってことですよね。そうなんですよ、塗り方の色の出し方というか。はい、へえ、へえ。でこれってあれおいくらぐらいなんでしたっけ。1本1040円です。1040円、はい、シェードぐらいですね。そうですね、シェードと同じ。あ、シェードそんなもんでしたっけ、はい、そう。あ、だからだいぶちょっと お手頃じゃない。あ、確かにすごいお手頃じゃない。そうですね、この短時間でこれだけできるってことを考えたら、例えば黄色の、下出るからペイントシステムで、うん、2000円なんですよね。あ、だいたいそっか、ワンセットから500円500円の1000円ですよね。はいはいはい、うん、あ、って考えると、はい、2000円で今2色いけてると思うんですよ、ね、あ、そっか、うん、はいはいはい。だからそういう考え方なんですけど、人それぞれの考え方なんですけど、まああと時間が節約できるとか、うんうんうん、まあお手軽にすごくかっこよくなるとか、うん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 、あ、じゃあ全然ありかもしれないですね、選択肢の中でっていうことですよね、はい、はい、なんでとりあえずこういう素晴らしい商品がこれ6月のいつでしたっけ、15日発売されたほやほやのカラーなんで、はいはい、ぜひあの皆さんに使ってもらいたいなと、はい、楽しんでもらいたいなと、そうです、ね、思うんです、はい、で、まあとりあえずそうなんですけど、はい、それだけじゃないんですよ。お、コンペあるんです、ウォーハンマーの。そうなんですよ。実は、そうなんですか、はい、へえ。ウォーハンマーのコンペがありまして、はいはいはい、これがね、はい、まず、はい、あの正規店とか、はい、いろいろこう販売店、うん、ウォーハンマーを扱ってる、はい、お店で、はい、まず、そのお店に持っていくんですよ、はい、それでそのお店の中でお客さんたちの投票があるんですよ、はいはいはい、ショップ内で1位を決めると、はい、そうです、はいはいはい、でショップ内の1位の方は、はい、そのねオフィシャルの、はい、そのホームページですかね、はい、そうです、そうです、ホームページにこう乗れることができるんです。へえ、あ、じゃあ全国のショップの1位が、うん、そのオフィシャルのページにバーッと写真で、そうです、そうです、はい、全世界ですね、全世界、全世界です、全世界、全世界なんで、もうすごい数になるんですけど、すごいっすね、それでも1位として乗れるんです。おお、選ばれて100人がイギリスできるんでしょ、はい、100人が、まあ、イギリス行けんすか。ええ、もう先すごいところ先回りしてしまってるから。で100人がこのタイミングが、100人するタイミングが、100人がゲームズワークショップの本社の、はい、審査が入る、審査が入る、あ、審査が入る、そこから3人
人選べます。3人が、はい、イギリス行ける。そうです。うん、でも先にイギリス行けるって話は聞いてたから。あーすごい。ちょっと出来も出るから。そう。おお、スタイル社から。でそこから優勝したら券がもらえるんですよ。ちょっと待って、急にようわからん話急に。額とか額とか盾とかじゃない？それみたいなもんですよ。それで券がもらえる。券が優勝そうだ。はい、いや、うん、嫌なんですけど。いや、トロフィーみたいなもんだよ。ああ、そう、トロフィーやと思えば、そうそう、トロフィーみたいな。僕もバリバリの、もうこういうのがもらえるんかと思わない。もらえない、そんな、鋭利なもの。鋭利なやつ。違いますか。あ、違う。はいはいはい。とりあえず、だから優勝を目指してっていう。一応、レギュレーションもあって。はい。お店は別に、どんな大きさでもいいんじゃない、うん、なんですけど、その、イギリス目指すんだったら、レギュレーションがあります。はい、お大きさのサイズが、キノコはアウトですかね。キノコこれぐらいですね。キノコぐらいまで。一応60ミリベースのものです。はい、ものです。60ミリあこのベースが60ミリ。はい、土台のねこの大きさなんですけど。はい、それを超えるとダメですね。はい。っていうコンペもありますんで。はい、だからぜひねこれ東ゲームズさんでも。そうですね。募集はしますよね。はい。します。7月の27日です、はい、が締め切り、最終締め切り。4月27日にお店に持ってくる。持ってきた。でその日は投票日です。なるほど。7月27日にお店に持ってきて、うん、お客様もただ見に来るだけの人もいるんですね、うんうん、投票しに来る人もいていいんですね、はい、だから皆さんぜひ7月そうですね、うん、27日に、はい、27日に、もう夏休みだと思いますから。そうですね、ぜひぜひ、ね、というわけでそういうコンペもありますんで、はい、はい、ぜひぜひ、7月の27日ですね、はい、こちらの方にヒガチゲームズさんにお持ちいただいて、はい、その日にも投票が決まると、投票で結果決まるということでございます、はい、1位がヒガチゲームズの1位が決まるということで、おー、ここはでも激戦区ですよ、うん、本当に激戦区ですが、すごい激戦区です、はい、はい、だからまあでもね、夜更かしとかもやってるんじゃないですか。あ、知ってるかもしれないですね。はい、そうです。で、淀橋どんだけみんな持っていくかみたいなところ。そうですね。あと、まあ、結構でも全国に今大ハンマーショップ増えてますし、ナンバーもあるし、ナンバーもあるし、それ秋葉原もあるからね。うん、でまあお近くの、はい、そうですね、取扱店にお持ちいただいてます、はい、ということで、はい、というわけで今回は、はい、素晴らしい、コントラストカラーですね、シャデルのコントラストカラー、はい、こちらのを紹介させていただきました、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。